選手育てたいっていうママさんって結構いると思うんですけど、うん、なんかアドバイスとかあります？本人より親の思いが強かったら絶対ダメになると思う、うん、うわでも矢崎さんがなんかもう占いしてこなくても強運のね、うんうん、持ち主でパワーがあってっていうのはなんかね、はい、あって分かりました、はい、違うんですよ私もやっぱりメダル取った後、うん、ちょっとやっぱりおかしいんじゃないかと思って、うん、やっぱりなんか自分がなんかもう運使い果たしちゃったんじゃないかとかってなんか思う時もあって、うん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 、でもやっぱり中学2年生までは天真爛漫で結構いろいろ来てたのに、うんうんうん、そうオリンピックが終わってからそのいろんな注目されたりとか、うん、そういうのでやっぱりなんかこう自分じゃなくなっちゃったっていうのはあって、うん、すごくちょっと注目されすぎちゃってもう面倒くさくなっちゃったみたいな感じですか、うん、あとなんか、うん、どっかちょっといい子でいなきゃとか、うん、見られてるからね、そうそう注目浴びる分ちょっと気にしちゃいますよね、うん、で全くそういうのがなかったのに、うん、そういう風になってしまって、うんうんうん、いつぐらいまでだかな、それか2、3年はやっぱりちょっとそういうのがありました。でもね、多感の時代にすごい注目されるって辛いことでもありますよね、うんうん、多分ちょっと反骨精神みたいなのを感じるんです。それは今でもです。すごい強い、そうそうそう、うん、だから多分そこがこうちょっと反抗になってその時期出たんですでも今でもやっぱりなんか自分は違うっていう、こう筋一本筋みたいなものがあって、なんかそれこそあの人と同じじゃないとか常識じゃないみたいな、うん、そこでなんていうのかな、すごい強い芯みたいなものを感じるんですよね、うん、いつからそう思ったかちょっとはっきり覚えてないんですけど、なんか例えばやっぱりその昔注目されすぎたりとか、うん、嫌なことがいっぱいあって、うん、なんでこうなったんだろうとか思ったんですけど、うん、でもある時やっぱりそうじゃないなって思ってからは、うん、なんか別にね、人になんかこう気に入られようとか、うん、そういう思いはない。すごいかっこいい、それなんかきっかけあったんですか？やっぱりそのたまたまアメリカに遠征に行って、うん、そしたらそこで友達がすごくこう切り替えて、うん、一緒にいた、うん、あの友達が切り替えて頑張ってる姿を見れたりとか、うんうん、あとまあ今って結構水泳選手でもいろんなスポーツ選手って意外と海外に行って合宿したり遠征したりする機会が多いんですけど、うん、まだ当時そういう感じじゃなかったので、うん、2年間私ずっと日本だったんですよ、うん、だからすごく窮屈で見られることとか、うん、で久しぶりに海外に出たらすごい楽だったんですよ。やっぱり人から見られないとか、うん、なんかいろいろ言われないとか、うん、そういうストレスがなかったから、その友達の頑張りも気づけたしとか、でたまたまハリウッドにあの近くだったんでオフの日に遊びに行ったら、ハリウッドスターがパパラッチに追いかけられながら、でもかっこよく歩いてる姿とか見て、すごいとこ見ましたねでもいっぱいあるじゃないですか、そういうハリウッドってやっぱり、あのいろんな人いるから、うん、でもそういうことを見たりとかすると、あ、確かに別になんか気にしなくていいなって思った時に、うんうんうん、そういうのが開けて、やっと目標をちゃんと持てて次のオリンピックに出たいとか。ああ、よかった。そうそう、それぐらいから、でもちょっとしたのはありますよ、うんうん、ありましたよまだ、はい、だけどそういう感じです、本当に、うん、そこから、うんうん、でも本当ちょっと年齢重ねるとずうずうしくなりますよね。で、私はそうちょっと自分がちょっと気をつけなきゃなと思って。でも本当すごいスターでしたもんね、本当スターですね、だっただろうなって、周りの男の子たちもみんなすごい好きでした。本当ですか？うん、あの可愛いっていう方が、あの私多分高校とかそのあたりだったと思うんですけど、すごい可愛い。ここのスタッフが東京から自転車で沼津まで行ったんですよね。そう、私もさっきね、その話聞いて考えられない、30人で自転車で東京から沼津まで行くって、でもそのぐらい可愛かった。いや、だからそういう人が世界、いやいやいや、世界中というかね、日本中にわーって行ったわけじゃないですか。で自転車で沼津、東京から沼津は初めて聞きました。練習できましたとかそういう方はいらっしゃいましたけど、びっくりする。でもそういう、でもそういう風に話とかを聞くと、いやでもあのすごくそうやって応援してもらえたんだなとか、そんなことしてくれたなんてありがたいなって今は本当に
でも当時はね、当時はマネージャーとかボディーガードがいるわけじゃないんですよね、全くそういないし、まだ当時多分ストーカーって言葉もそんなになくって、でもやっぱ毎日でもそんな中学生を追いかけ回すなんて変な人じゃないですか。中学、いましたよ、家の前に。にね、でも追いかけ回すではないから、なんか、そう、いました。だからしばらくはね、中学校がちょっと普通の公立の中学校だったんですけど、家から離れてて20分ぐらいだったから、母がね送ってってくれたりとか。優しい。やっぱりさっきねお母さんの話しましたけど、優しいお母様で。心配ですよね、なんてね。そういうことがあって一番は抜けて、でちょっとずつなんかこう強くなってったっていうか。なるほど、そうだったんですね。でも絶対ありません、だってすごい大変な世界じゃないですか。それこそ引きずり合いもいっぱいでしょうし、引きずり合い、引きずり合い、私たちなんてほら競技で結果出ちゃうから、だけどそうじゃないじゃないですか。いやでも私意外にあんまりなくて、やっぱりグループの女の子とか、同じようなそれこそ、あのグループにいるとか、あとアナウンサーさんとかの話聞くと、あるってやっぱり女同士の、ね、もう聞きたいって話がね、なんかもうなんか全然結構大丈夫だったのか、ね、あったかもしれないけど結構気づかないタイプなのか。玉尾さんは反骨心っていうか、生きるのうまいと思うんですよ。うまい、いいね、そうなんだ、器用な感じなんですか。器用っていうか自由っていうかな。自由、器用っていうのとは違うのかもしれないんですけど、なんかどんどん自分でもうやりたいようにやりたいことをやっていくっていう感じがするんです。で、抑えるところはしっかり抑えてらっしゃるみたいな、なんかそう、あのいわゆる一般の社会で生きていくための、こうそれこそ手練手管みたいなのをある程度しっかり持っていた上ですごく自由にされてる感じがする。あ、そうなんだ。でも自由ってすごいテーマかも、人生の自由にいつもいたいなっていつもどっかで思ってるかもしれないですね。もうすでに自由でいらっしゃる。あ、そうですか。もうこれ以上自由でどうするっていう。いやでもすごい、本当でもあの本当自由に生きてらっしゃる。で、多分生まれてらした時になんかすごいやる気満々で出てきていらっしゃる。聞いたことあります？いや、ないですね。聞きました。おぎゃーってやるぞみたいな。もうここのこの世界で頑張って生きていくみたいな、そういうのがすごく強く感じるんですよね。だからなんかちょっとまたカラーが違って見えて、京子さん京子さんですごく強いものあるんですけど、なんかこちらはなんかすごく奔放、玉尾さんはすごく奔放なものを感じますね。奔放に、そうかもな。そうなんですね。でも京子さん、ごめんなさい、京子さんの話、なんかその金メダルを取りになった時っていうのはその中学生で、私水泳って大きい人の方が有利なんじゃないかってずっと未だにその謎があって、でそこってよく、すみません、よく聞かれることですかね。その辺どうなんですか。平泳ぎだけ歴代でも日本の選手が金メダル取ってるの多くて、っていうのはこうやって一回ちっちゃくなるじゃないですか、平泳ぎって。足も引くし手も引くし、だから抵抗が一番重いんですよ。だから抵抗少なくすれば、だから体が大きければ抵抗になるじゃないですか、でもテクニックがあればどうにかパワーに勝るっていう泳ぎでもあって、だから他の種目はやっぱりどうしても背の高い人の方が有利です。ですよね、はい、平泳ぎっていう、そう、平泳ぎはでもやっぱ大きくてテクニックがあってパワーもあったら勝てない、なるほど。そうだからテクニックで上回ってるけど、ちっちゃいけど、ちっちゃいから、だけどそれがパワーもあってテクニックがあったらかなわないですよ。そうなんだ。今ちょっとそういう感じになってきちゃって、だから大きい人も、そう、大きい人も、あるからパワーがあってっていう平泳ぎの選手も多くて、そうなんですよね。今どこの国が強いとかあるんですか。いや、でもやっぱりアメリカは強いですけど、昔から。でも最近はやっぱりヨーロッパの選手もすごく強くなってきてますし、そう、今年もオリンピックですからね。ね、オリンピック、パラリンピック、パリで。パ
リで、あ、そうパリですね、パリー、パリー、パリー、そっか、そっか、ちょっと苦手でした、苦手、苦手、もうずっと憧れてるだけ。いや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 、うん、それこそどこが勝つか占いとか、うん、あのそういうのはちょっと甘い、なんか、うん、なんかやることもあるみたいなんですけど、うん、やっぱあんまり当たらないような気がします。そういうのなんだ、勝負は、勝負事とかは、うん、もう本当に応援してるっていうのじゃないと、なんかこうちょっと片手間に占おうかぐらいだと、合否とか勝負事はあんまり当たらないかなと思いますね。そうなんだ、うん、なんかたまに、うん、なんか、うん、勝負を当てるタコとか、はい、なんか言いませんなんかそういう、そうですね、ね、待って待って、あれ本当に信じてるわけじゃない信じてますけど、待って待って待って、え、そうですよ、私だけ信じて、私も信じてない、先生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 、ごめんなさい、乗っかってくんないんですよ、めちゃくちゃ可愛いですよね、え、め、マジで信じてた、あれ、可愛いな、本気ですか、でも多分こういうところがやっぱりなんか普通の人にはびっくりされちゃうんですよね、きっとですね、きっとね、うん、そっか、あれ、あれ、ちょっとあれか、ワールドカップのサッカーのあれでしょ。そう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 。タコ真剣にじゃん。来たタコみたいな。そっか、あれみんな信じなかったんだ。でもなんか絶対勝負事って運ってすごい。はいはいはい。運のパーセンテージって何パーセントくらいだと思います？結構あると思います。いや、運も実力のうちなんですけど、うん、やっぱりちゃんと実力が伴ってないと、うん、運はもらえないと思ってやってるので、うん、正しい。正しい。だから信じない。それはそうだ。タコは信じないとか。なんか、タコ信じ、うん、神がかることとか多分あると思うんですけど、うん、でも神がかるにしても、うん、絶対ちゃんとベースはないと、うんうん、何もやってない人が勝てるわけないじゃないですか、うん、そりゃそうだよね、そりゃそうだよなって思ってるから、そりゃそうだな、そりゃそうだ、間違いない水泳以外でなんか好きなスポーツとか、私は、うん、あのテニスが見るのがすごく好きで、だから私の時はもう伊達公子さんが同じぐらいの、もうちょっと上かな、私さんと、そうで今は自分でゴルフします。え、すごい、全然すごくない、すごいですか、もう全然もう数えるのがね、あ、あ、あ、諦めちゃったんですよあ、やってたちょっとやったんですけど、もうあんまり向いてないか、数字がとにかく、あ、数字が何回ぐらいかな、体が全然すごいですけどね。ちなみに数系は得意ですか、うん、文系ですか、どっちだと思います、いや完全にあの勉強は文系なんですけど、あのもちろんあの数ぐらいは数えるいや私も数えられるんだけど、いや本当ねびっくり、20とか超える時があるんですよ、たまに。でもちゃんと数えてるんですよね。ちゃんと数えてますよ。私そう、あの、いや、そう、まあ、20までいかないからなんですけど。そっか。え、ベストスコアどれくらい？ベストは96です。すごい。いや、すごいですね。わかんない。いや、すごい。全然見ないと。190すごいですよね。そうですね。でも私は上手くないです。他にいっぱいにスポーツ選手やるんですけど、今元選手たちと、私が一番上手じゃないです。いやでもそっか、周りがスポーツ選手だとみんな上手でみんなすごい上手だし飛ぶし、やっぱり体の使い方をね分かってらっしゃる。え、ちなみに水泳以外で足とか速いとかあるんですか、そういう長距離は速かったです。やっぱ肺活量は水泳ってあるから、そうか、うん、でもなんか校内ぐらいのレベルだったから、うんうん、その静岡でマラソン大会に出てみたら小学校 5、6年生で、うん、そしたら十何番だったんですよ。で水泳はもうその時に1、2番取ってたんで、いやもう水泳にいやって、ちょっと早いとは思ってたんだけど、やっぱりもっと早い人たちいっぱいいるなと思って、うん、そう見極めもしっかりされてる。あ、いやいや、もうその時でも、まあ、子供ってそんな感じじゃないですか、やっぱり、あ、やっぱり得意な方に、得意な方に行った方行きたいですよね、やっぱり。そうですよね、うん、お嬢さん、お嬢さんですか。はい、娘です。スポーツされてるんですか。娘だからテニスしてます。へー、あ、じゃあお好きなテニス。そうですね、へー、うん、でも娘には、うん、
大体テニスをやってるお子さんって、うん、ご両親とかがされてたとかが多いんですよ、はい、でそうするとなんか一緒にやったりとか、うんうんうん、玉出しとかしてくれるとか、うんうんうん、今は何もできないって言われて、そんなのメダリストになんか自慢のお母さんですよ ね、 なんかそこの部分はそこと、うんうん、テニスはできないみたいな言われます。でもね、スポーツを教えるの得意そうな、ね、感じですけど、いやでも分野が全然やっぱり違うので、うそこはちょっとあれなんですかね、もちろん分かってるので、そのスポーツもルールとマナーとやっぱりなんかいろいろそういうのがあるので、そこはでも自分の子供をスポーツ選手に育てたいっていうママさんって結構いると思うんですけど、なんかアドバイスとかあります？本人より親の思いが強かったら絶対ダメになると思って、うん、うわそうですよね、そうですね、わかる、そうだ、はい、やっぱりそういうのあるんだ、いや親の、そのなんていうの、サポートの仕方は絶対あると思うんですけど、私の両親はやっぱそうだったので、ちゃんとやっぱり水泳のことに関しては全く言わないけど、例えばご飯だったりとか、うん、その送り迎えだったりとか、うん、そういう応援の仕方っていうのはすごく一生懸命にやって応援してくれてるなっていう、ちゃんと見てくれてるなっていう、こう安心感とかっていうのはあったんですけど、やっぱりタイムについてとか、そういうのを言う、やっぱり親御さんとかもいて、正直かわいそうだなと思って見てた。そうなんだ、でもそういう親いっぱいですよ今。そっか、プレッシャーになるのかな。いやだと思います。だって結局自分の問題だから、自分で何でもジャッジしないと、そうですね、そうって思ってて、そうそう、ある程度楽しめるぐらいの感じでやらせてあげないと辛い、ね、そうですね。だから正直娘も、私からしたら毎日練習するのが当たり前だと思ってるんですけど、彼女は別に毎日もやってないし、でもそれでいいんですって。あ、そう、すごい分かってらっしゃると思うんですよ、お嬢さんの。あ、こここうやったらこうなるなとか、結構ここをこういうふうにしたらみたいなツボも全部多分見えてらっしゃって、それでも言うよりもちゃんと見守ろうみたいな、そんな感じに見えるんですよね。なるほど、ね、優しいです、優しいというか、でも本人が決めなければどうしようもないと思っているので、